はい、KTC 放送局の健太店長です。こんばんは。朝見てくださっている方はおはようございます。動画の概要欄にですね、はい、まあ、いつもながらの宣伝なんですけども、公式 LINE、Twitter の URL 載せてますので、ぜひフォローしてください。あと、オリジナルグッズの、販売をしている KTC 放送局の購買部のですね、URL も載せてます。タトゥーライフ T シャツ人気です。買ってください。宣伝です。あとそうだ、LINE の公式、LINE の、僕オリジナルのスタンプが、正式に審査通って今発売されてますので、優しいリスナーさんたちがね、結構買ってくれましたが、第2弾第3弾作っていきたいんで、まあまだの方はぜひチェックしてみてくださいね。チェックするだけはただなんでね。はい、というわけで、説明じゃねえや、ごめんなさい、宣伝枠は終了です。動画の本題に入っていきます。ですね、まあリクエストというか、ケンタ店長、整形依存症についてどう思いますかっていうね、いただきました。はい、ね、整形依存症についてどう思うかね、これ僕的な、僕個人的な、本当に僕のね 100% 個人的な意見ですけども、いいんじゃねって思います。はい。全然いいんじゃねって思いますよ、俺は。ね。整形依存症。最近なんか結構テレビとかね、ネットニュースとかでも見ますよね。整形依存症ね。誰々。まあ、有名な方とかもいますよね。名前忘れちゃったけど。なんだっけ、女性のほら。なんだっけな。もうアイスクリームの名前なんだけど。まあいいや。なんかそんなような名前の人いますよね。ね。整形依存症の方多いですよね。別にいいんじゃねって思いますけどね、僕はね。何がいけないんですかね。大体人間なんて何かしらに依存してるでしょ。だってね、彼女とかね、ギャンブルとかね、タバコとかお酒とかね、ゲームとか、みんな大体何かしらに依存してるっていうかね、まあ入れ込んでるじゃないですかね、人間なんて。大体入れ込むものがないと人間100まで生きられないでしょ。人生ね、長い人生、何かしらにやっぱり入れ込まないとね、張り合いもないしね、それがたまたま整形だっただけで別にいいんじゃねっていうふうに僕は思いますけどね。じゃあ、自分が親の立場になった時、あんたそうやって本当に言えんのってね、言われるんですよ、僕。はい。よく言われます。タトゥー別にいいんじゃね、整形いいんじゃねとかね、人体改造いいんじゃねっていうふうに言うと、親になったことないから分かんないんだよって言うけど、いや、多分だよ。本当多分の息出ないですよ。だって親になったことないから。だけども、まあ、別に息子だ、娘がね、整形したいって言ったら、もう別にしょうがない。整形したきゃせいよっていう。だって、したいんだもん、しょうがないですよね、本人がね。めちゃくちゃイケメンとかね、めちゃくちゃ美女に産んでやったのに、お前どこいじんだよっていうね、そういう反応はあるかもしれないけど、まあ、俺から美男美女が生まれるはずもないしね。まあ、しょうがない。気に食わないんだったら、まあ、いじれやっていうふうに言うしかないよね。だって気に食わないんだから、本人が。うん。いくら親がね、いや、いいじゃん、いいじゃん、全然いいじゃんっていうね、かもなく不可もなくの顔してるから別にいいじゃん、整形するまでもないんじゃないのって思ったって、本人がもう嫌で嫌でしょうがなくて、もういじくりたいんだよ。鼻とかね、ちっちゃくしたいんだよ。高くしたいんだよね。目二重にしたいんだよってね、本気で思ったら、しょうがないじゃんね、そんなのね。させてあげた方がいいんじゃないのって思っちゃうし、ねえ、どうしてもね、竜の入れ墨入れたいんだよお父さんって言われたらね、もう入れたらいいんじゃないのって。ねえ、だって入れたいんだからさ、本人が別に親のね体じゃないし、ね、全部思い通りに、親の思い通りにね、子供が育つっていうか、そんなねゲームみたいな感覚じゃないじゃないですか。まあ、ただそれ相応のね、例えば入れ墨を入れたらこういうね、まあ、リスクっていうか、ハンデというか、まあ不便になること、デメリットはあるよと、そういうのは説明はしますけど、まあ、僕自身も入れ墨だらけなんで、それは説明できるんでね、まあ、こういうデメリットもあるよ、でもそれでもいいのって言っていいよって言うんだったらもういいじゃんっていう。で、整形ね、まあ整形について俺デメリットってちょっとまあ失敗するリスクぐらいしかわからないんですけども、まあそういうリスクとかね、まあ体に負担もかかるしね、まあ、そういうリスクもあるよ、いいのそれいいよって言ったらいいんじゃないのっていう。僕基本的に多分軽いのかもしれないんですけども、でも本人が結局やりたいことをやってるのはいいんじゃないの。でそれで失敗しようがしまいが、だってね、本人が選んだ道だし、しょうがないしね、まあしょうがないなんて言って割り切れない場合の失敗もあるんで、
ちょっと確率な失敗に向かってたらちょっと止めたりはするけども、整形別にいいんじゃない？なんかね、親からもらった体にどうこうって結構整形とか入れ墨とか、まあ、人体改造もそうですよね、ピアスとかさ、いろいろあるけども、親からね、もらった大事な体に傷つけてとか、なんかそういう風なことよくネットでまだ未だに見るんですよね。親からもらった体にどうこうっていう、まあいいんだけど、その言ってる人が本当にそう思ってるんであれば、でもそれ他人にはまるっきり通用しない話ですよね。うん、親からもらった体にね、傷つけたくないっていうか、傷つけちゃダメだろうってね、自分自身で思ってる分にはいいけど、それは人の価値観と全然違うんで押し付けちゃダメですよね。だってそんなこと言ったら、それ言ってる人ってだって体に悪いことは何もやってないんですかっていう話じゃないですか。別に整形ね、なんだろう、そのパッと見て分かる風にね、顔をいじって、まあ、切ったりメス入れたりするわけでしょ、それを親からもらった体に傷つけてって言うんだったら、それタバコだってそうだし、お酒だってそうだし、もう極論日焼けだってそうでしょ。もうこれ体に悪いことは何もできないですよね。別に内面傷つけたって同じ話じゃないですか。これはちょっとなんか俺考え方がおかしいかなっていうふうに俺は思っちゃいますね。親からもらった体がどうとかこうとかっていうふうな考えは。だから入れ墨に関してもよく言われるっていうか、よくネットでそういうふうに言ってるやついるんですよね、未だに。親からね、もらった体に一生消えないね、傷つけてとかね。いや、それ言ったらもう体に悪いこと一切やってませんかって言いたいもん。やってるでしょ、なんかしらっていう。やってなきゃまあまあまあいいんじゃない？でもやってなかったとしても、あんた自分の中でその考え消化して終われよっていうね。人にガーガー押し付ける話じゃないよね。まあ、あとはその、本人が葛藤すればいいんじゃないですかね。例えば、その整形した人とかね、整形したいなと思ってる人の親が、いやー、整形はちょっとやめてくれって、もし親が言うんであれば、天秤にかければいいんじゃないですかね。親の判断と自分のそのやりたい気持ちを天秤にかけて、いや、それでもやりて、止められてもそれでもやりたい気持ちが勝るっていうんだったら、やればいいんじゃないのってなって思っちゃうけどね。正直、子供って別に親の操り人形でもないしね、何がもう、すべからくっていうか 100%?親のね、思い通りに生きなきゃいけないのかっつったら、そんなこともないでしょうし、そんなつもりで産んでないでしょ、そもそも。俺は産んだことねえから分かんないけどね。憶測でしか物を話せないですけども、100% ね、親に尽くす、そういう人生がいいよっていう人は、まあ、やめたらいいし、親がダメっていうことはやんなきゃいいと思いますし、親をね、なんかちょっと嫌な気分にさせることは全部避けて通ればいいと思うけど、俺はそうは思わないからね。まあ、なんだかんだで入れ墨こんだけ入れてね、まあ、そりゃ喜ぶ親はあんまりいないっすよ。入れ墨入れたの、ヤッホーイっていう人ってなかなかいないと思うんですけど、まあ、中にはいるけどね、まあ、ほとんど日本にはいないっすよね。入れ墨入れたのか、イエーイっていうお母さん、お父さんいないでしょ。でも、ね、やっぱり、その後生きてれば、普通になんだかんだで別に仲悪くなったりとかするわけじゃないし、まあ、最初バレた時とかはね、やっぱりちょっとがっかりはーってなるだろうけども、長期的じゃないじゃん、そんなの。まあ、長期的な親もいるかもしれないけどね、すんげー頭固くてさ、二列目なんてクソーっつって感動されたりとかもね、あるかもしれないけども、それはそれじゃないのっていう、いいんじゃねって思っちゃうけどね。なんか日本人ってまあいいよっていうか、そのまあいっかとかね、まあしょうがないかっていう、そういう感覚が欠如してるとか、なんだろう、足りてない気がするんですよね。まあいいかって思える人はなんか、まあ、頭の固い人多いのかね。俺なんかもう何にかにつけてまあいっかって思っちゃうから、まあそれが100いいかっつったら良くないんだろうけど、ただちょっともう少しまあいいかっていう気持ちっていうか、なんかそういう風な、物事に対してそういう風な捉え方してもいいんじゃないかなっていうね、風に思いますけどね、僕なんて。適当な人間なんで。もう U は何しに日本にとか見てます？外国人がさ、日本に来てなんか何しに来たのみたいな番組。あれとかもそうだし、僕もほらアメリカ大好きだから、まあ何回かアメリカでも行ってるんだけど、で、外人さんのね、友達も多いんだけども、やっぱね、日本人に比べて、まあいっかとかね、まあしょうがねえかみたいな、
まあ本当に、まあなんとかなるさみたいな、その場その場の結構感覚を大事にしたりしてる人が多いっていうか、小さいことやっぱ気にしない人が多いっすよね。まあこれ国民性だし、それがね、いい悪いは別として、ちょっと小さいことっていうか、細かいこと気にしすぎなのかなっていう日本人って、俺思っちゃうっすね。大体ネットの炎上してる記事なんて正直別にね、それが世の中全てのね、反応じゃないから、そんな気にしなくてもいいかなとは思うんですけど、ただやっぱうるさいよね、日本人って。細かい。すごく細かいなと思う。他人の整形なんてどうだっていいじゃん、ね、そもそもの話。でもテレビに出っ歯、その整形依存症の人が出ると、まあ、番組自体がそういう風な流れにして組んでるんだけど、まあ寄ってたかって叩くじゃないですか。ね、なんでそんな風にしちゃうの、もったいないよ、もともとの方が可愛いじゃんみたいなね。だいたいそういう流れでしょ。もう決まり、もうお決まりの流れじゃないですか。タトゥー、整形、まあだいたいそういう番組で取り上げると、なんで前の方が良かったよ、ナチュラルの方がいいよみたいな、だいたいこうでしょ。で、ガングロのギャルとかもさ、今はいねえけど、ほとんどね、ほぼ絶滅状態だけど、前とかもさ、やっぱいたわけじゃん。その時ってなんか、ガングロギャルとかさ、すげえ化粧、もうめちゃくちゃな、もう本当にギャルとか番組出したりとか、まあ、特に一時聞いたセンター街とかね、ギャルとか出して、で、なんかすっぴん時の写真とか、なる前の写真とかね、出して、いや、前の方が全然いいじゃん、なんでもったいないよっていう、こういう流れなんですよ、今番組が全部。まあ、世論がそうだから、まあ、そうだそうだっていうふうにね、視聴者がなってもらわないと、まあ、クレーム来たりとかね、視聴率取れないからなのかもしれんけども、なんか、その俺、流れすげえ嫌いなんですよね。本人がね、いいと思って、そういうメイクしたりとかさ、整形したりとか、タトゥー入れたりしてるんだから、前の方がいいじゃんとかね、いや、前の方が可愛かったよ、かっこよかったよっていうのって、すげえうざくねえかって思うんですよ、俺。見てて、マジでうざいんですよね、ああいう番組。いや、お前らどう思うか知らんけど、本人いいと思ってんだからいいんじゃねえのっていう、まあ、その番組の流れを知って出演してるんだろうしね。出演者も。まあいいんだけどさ。見てる側としては、俺はなんか嫌だな。祭り上げてっていうかさ、吊るし上げてさ、寄ってたかってガチャガチャ言う感じ。これサラリーマンの中でもあるよね。同じようなこと、職場でも学校でもあるでしょ、これ。なんか、一つ、ってか、人、ね、はみ出した人を吊るし上げてね、寄ってたかって袋叩きにするっていう。なんか気持ち悪いっすよね。なんかすごくそういう感じ。まあ、どこの国でもそうなんだろうけどね。いいんじゃない？本人が良ければって俺は思うけどな。なんかそういう個性的なことっていうか。なんか整形に関してすごいネガティブなイメージのある国ですよね、日本って。まあ、整形もそうだし、タトゥーもそうだし。なんでなんですかね。お化粧とはまた違うんですかね。ね、お化粧だって正直ビフォーアフター別人じゃないですか。まあ、いい悪い別としてね。ね、女性の化粧って、ね、みんながみんなすっぴん美人ってわけじゃないし、ね、なりたい顔にね、近づけるためにお化粧したり努力したりするわけでしょ。それの一環なんじゃないですかね、整形もって俺思うんだけどな。何がそんなに気に食わないんですかね、整形アンチの人って。まあ、ちょっと行き過ぎちゃうとね、やっぱちょっと不自然で、なんかちょっと、なんかね、ちょっと不自然さを感じたり、ちょっと奇妙さ感じたりする場面もあるかもしれないけど、それ本人の自由だからね。まあ、なんか、やたらネガティブなイメージが強いんですよね。何なんですかね。タトゥーに関してはなんとなくね、わかりますけど、まあほら、反社会的ね、勢力のイメージが強いからね。テレビ番組のせいでね、もともと反社会的勢力がどうとかっていうね、タトゥーに関してのイメージって、あれ映画とかドラマがつけたイメージですからね、みんな勘違いしてるけど、まあ、本当にテレビとかの影響力ってすげえなーって俺思いますよ。まあ日本人はほとんどね、何にも自分が関係ないことを疑わないし、クエスチョンマーク持たないんで、まあ操りやすいですよね。で、整形ってなんでそんなにマイナスのイメージなんだろう、本当に。入れ墨に関してだからその変なイメージがあるかなってのはわかるけど、整形ってなんでそんなに、
なんか負なイメージなんですかね。俺は全然整形はいいんじゃないって、それで人の人の人生が変わるんだったらすげえいいじゃんっていうね。ちょっと目切ってね、糸入れてね、形変えてすげえ人生明るくなったよって言うんだったら素晴らしいことじゃないですか、整形ってって思っちゃうんですよね。周りがどう思うが本人が嫌で嫌でしょうがないんだから、それ直したいだったら直しゃいいんじゃないって思っちゃうんだけどね。なんかネガティブなイメージ強いですよね。俺別に娘息子とか家族のね、妹とか別に何でもいいや、母ちゃんでも何でもいいけど、整形してきたら、いいじゃんとかね。で、前の方がいいと思ったら前の方がいいんじゃねえとかね。そんなぐらいラフでいいんじゃないのかなって思うんですよね。なんかラフさが足りないっすよね。それが日本人の素晴らしさだろうっていうコメント来そうだけど、うん、いや、それ勘違いだと思うよ、これは。行き過ぎちゃうとね、ほら、過ぎたるは及ばざるがごとしじゃないけどね。うん、素晴らしさでもあるけど、本当に長所は短所っすよね。僕は整形とかタトゥーとか、まあ、そういう系に対して僕は叩きすぎなんじゃないかなというか、気にしすぎなんじゃないかなって思います。はい。うん。まあ、これが俺の意見ですね。はい。まあ、皆さんどう思いますか？皆さんのご意見もコメント欄等でお聞かせください。はい。というわけで KTC 放送局の健太店長でした。さよなら。